それでは問題です。草履という地名の由来は、ため池から流れ出た水が左右に分かれている様子を表す左右入りという言葉である。今回ちょっと難しいけど、でもこの問題分かりました。それでは参りましょう、クイズ町原。